皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・ベルセリア実況プレイのパート69やっていきたいと思います。さてと、探索せ、前回はこのアバル群れでですね、クーマ、ケルベロス、オルトロスかを、まあ見つけたわけなんですけどもね、アバル村が復活していたりでね、ライフセットや村のみんなが無事だったり、それはね、ベルベットの夢を、操ったような、そういう現実だったよみたいですね。その方法はあまりにも卑劣でね、それを見せられた私自身もちょっとね、内容が内容だけにちょっと頭に来ているんですけどもね、この術者見つけたらもうただじゃ落ちませんよさて、とりあえずね、なんというか、せっかくね、笑顔を取り戻していたベルベットが、ね、普通の女の子に戻りかけてたベルベットが、またこのような苦しみを味わうようになってしまったというのは、また、ね、痛ましい話ではありますけれども、ね、早くこの、戦いにケリをつけましょう。誰もいない。現実よ、これが。目的としては、ベルベットの家に戻ってみようですね。そっか、ベルベットの家に、古文書の続きがあったんですよね。それは、この、現実の方にもあるのだろうかという。うん、ない。ああ、ないんだ。当然か。奴が見落とすはずないもの。見つけたとき、僕がちゃんと見せてたら。気にしなくていいわ。どうせグリモワールでないと読めないし、夢だったのよ全部。おお、難しそうな本がたくさんあるな。手書きの地図。ほう、未完成だがなかなかの精度だ。うん、すごいね。弟が書いたのよ。あの子は毎日熱が出て本を読めない時もずっとその地図を見つめてた。ライフィセットは世界を旅したかったんだね。ええ、それがあの子の夢だった。なんでわざわざ危ないことをしたがるのかわからなかったけど、今私があの子の夢を叶えている。皮肉なものね。ここってベルベットの部屋ですよね。編み物できるんですか？覚えようとしてたのよ。ニコがキッシュのお返しに教えてくれるって言ったから。冬が来る前に二人にマフラーを編めたらいいなって。ベルベット。けど、もう必要ないものよ、私には。お墓よ。私のお姉ちゃんと生まれる前に殺された甥っ子の。バレちゃってるね。お花備えようよ。いい、意味のないことよ。たっけんだな。食すならまだしも、追悼のために何の関係もない花を倒って捧げるとは、生贄ですらない。無駄を通り越した残虐な行為だ。メルキオル。相変わらずじゃな。夢の霧はあんたの仕業ね。よくもあの術から出した。その覚悟、クーマでなければ我が後継者にしたいところだ。わざわざ褒めに来たの？そうだ、この書を回収するついでにな。返してもらうわよ。これは我が友
アルトリウスの師でもある先代筆頭大魔師がまとめたもの。身を捨てて世を憂えた高潔な魂が残した希望だ。汚れたゴーマが触れてよいものではない。てめえの許可なんかいるかよ。お？珍しく従ったな。こいつはまさか。焦らずとも間もなく知ることになる。我らが希望、草花のごとく穏やかで美しい秩序の完成をな。秩序の完成。行きましょう。もうここには何もないわ。さて、そしたら次はどうしようか。タリエ信仰のバイエルティア号、戻るんだね、とりあえず。あれ？あ、見て、カノヌシの古文書。なぜこんなところに。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。ルフィが写した写本だ。あの子、それを売って私に串を買ってくれたの。何もなくないよ、ベルベット。そっか、そういえば。完全なものならカノヌシの秘密がわかるかもしれん。グリモワールに見せてみよう。あのジジイを出し抜くか。本当に面白すぎじゃって。やっぱマギル、あいつのことよくなんか知ってんな。なるほど。オルトロスを送り届けて、グリモワールに古文書を解読させる。一度タイタニアへ戻るわよ。オッケー。じゃあこっちですね。タリエッシュには行けないんだ。あの角の野郎は。おう、メルキオルが連れていたやつだな。あの気迫はただものじゃないぞ。しかしあいつは精霊じゃなかったよな。うん、ゴーマだと思う。だけど変だよね、精霊がゴーマを使うなんて。クーマという可能性はありませんか。メディサやモアナの霊もありますし。それはないはず。結界まで張って地脈点につなぎ止めておきたいのがクーマよ。地脈点から剥がして連れ歩いたらカノヌシに汚れを送ることができなくなる。そうですよね。そもそもここにはオルトロスがいたわけですし。何にせよメルキオルには現実に加えて手強そうな用心棒がおるということじゃ。そう簡単には倒せんぞ。ああ、それが事実だな。まあ、メルキオルはね、他の生き物に汚れを打ち込んで、ゴーマにしてしまうような術もあるみたいですし。ああ、とにかく用心はしないといけないですね。エレノア、一つ聞きたいことがある。何ですか。俺たちの作戦を清涼に流したか。え、そんなことしてないよ、エレノアは。だがメルキオルは前もって現実を仕掛けていた。それをどう説明する。私は自分で真実を見極めるまであなたたちに協力すると約束しました。今さら卑怯な真似はしません。やましい人間はみんなそう言うんじゃよな。お前の方がよっぽど怪しいんだが。
わしは卑怯な真似はせんぞ。もういいわ。エレノアが情報を流したならタイタニアが襲われているはずよ。そうだな。聖領はクーマを取り戻したいだろうし。だが敵は俺たちを待ち伏せていた。こっちがクーマを集めてることはとっくに聖領も気づいてる。残りのクーマの居場所には当然罠を張ってる。そういう覚悟か。わかった。信じてくれるのですね。違うわ。聖領が何を企もうが突破するって言ってるの。こりゃ勇ましいの。クーマを操る術。エレノア、聖領にはゴーマを操る術が存在するのか。いえ、そんな術は聞いたこともありません。そもそもゴーマを操れるならカノヌシを復活させる必要はないでしょう。その通りだな。だがメルキオルが操ってたのは事実だ。あのじいさんはどんな手を使ったんだろうな。精霊を刺激するのとは違っての契約や霊力で動かしておるのではないのじゃ。心を支配するとでも言えばよいかの。心を支配するだと。例えれば相手の欲望を読み取り、目の前に幻の人参をぶら下げて走らせるようなものじゃよ。ゴーマを直接操るんじゃなくて現術を使って心を制御するってこと？うむ。もっともこれは精神にただならぬ負担を強いる。心が壊れてしまえばそれまでじゃ。心が壊れたらどうなるの？空っぽの器になるか、欲望に飲まれて暴走するかは本人次第のフィッチフィッチフィッチじゃ。ずいぶん詳しいな。言われてみれば、なんでわしはこんなことを知っとるんじゃろう。はあ、ひょっとしてわしも心を操られて言わされておるのやもしれぬ。こわー。話半分に聞いておいた方が良さそうですね。違うな。なんだかんだで紛れも少しずつ余裕がなくなってきてるんじゃないか。みんな、エレノアは本当にスパイなんかしてないよ。僕はずっと一緒にいたし、僕が見ていない時はベルベットが近くにいた。それにエレノアは約束は守る人だよ。嘘なんてつかないから。ライフセット。わかってるさ、ライフセット。エレノアのことだ。自分に嘘をついてスパイを続けてたら後ろめたさでとっくに汚れてるはずだ。そっか、そうだよね。僕がドラゴン化してないのが証拠なんだ。二人ともありがとうございます。私もエレノアが故意に情報を流してるとは思ってないわ。だがメルキオールのような現実使いもいる。無意識のうちに考えを読まれている可能性も捨てきれんということだ。まあそれもライフセットたちがずっとついていたなら大丈夫だろう。では次はわしの潔白をみんなで証明してくれる番じゃの。それはちょっと難しいかも。なんと！じゃあまずヘラビーサで俺たちをテレサに売った時のことを正直に話してくれ。ギョギョ、また古い話を。お主がそんなに執念深い男じゃったとは。おっと、今頃気づいたのか。そんなことじゃスパイ失格だな。そうなっちゃうね。なんといういやな証明。差別じゃよ。それは差別じゃなくて自業自得って言うんだ。明るくて何よりだ。さて、今日の晩ご飯はお姉ちゃんがウリボアのミートボールを作ってくれるんだよ。ちょっと、旅の方にそんな話しないでってば。すみません、この子ったら食いしん坊で。ウリボアのミートボール美味しそうだね。すっごく美味しいんだよ。でもお姉ちゃんは前はもっと美味しかったって言うんだ。
どうして？以前この先のアバルっていう村から新鮮で美味しいウリボアの肉が届いていたんです。でも3年前の降臨の日にゴーマに襲われて。ああ、ちゃんと現実が反映されている。あと1日頑張ってたらきっとアルトリウス様も間に合ったはずなのに、本当に残念です。アルトリウス。さてと、アルトリウス様が同志になられた日をこの町の記念日にすることになったんですよ。3年前の降臨の日、精霊が世界に現れた後、アルトリウス様が最初に救ったのがこのタリエシン。ゴーマへの反撃の始まりとなったこの町を私たちはとても誇りに思っているんです。それで同志の記念日というわけか。じゃがアバル村の方がゆかりは深かろうに。確かにそうかもしれませんね。アルトリウス様は救えなかったあの村のことをとても悔やんでおられました。村を滅ぼしたゴーマは退治できても失った命は元には戻せないと。もしアルトリウス様がアバルに先に行かれてたら、滅んだのはこの町だったかもしれません。私たちはアバル村の悲劇を忘れないためにも同志を称える記念日を定めることにしたんですよ。そうよ、失った命は戻らないのよ。いやあ、いい天気だねって、もう3ヶ月も毎日言い続けてる。だいぶ曇ってきてるよ。でもこの前は何日も霧が続いたって。いやいや、霧なんてこの町では出たことないよ。晴れが続きすぎて干からびそうなくらいなんだから。あの霧からメルキュールの現実が始まっていたということか。そのようですね。失礼します。お笑い公演の手配をお願いしたいのですが。サブイベントが。久々に熱い目をしたやつが来やがったな。見せてもらうぜ、お前の笑いってやつを。存分に。エレノア、お主って妙なところでスイッチが入るの。手を抜けない性分なんです。それに頑張ればマジルーちゃんとお近づきになれるかもしれないし。マジルーか。しばらく会っていないが、ローグレスで評判を取っているようだな。はい、素晴らしい踊りで。お知り合いなんですか？ああ、師匠のバルタともな。マジルーも天才だが、バルタは100年に一人の大天才だった。だからマジルーが無理をしすぎて壊れないか心配だよ。バルタは芸に関して妥協を知らないからな。そうなんですか。ライバルに同情しとる暇はないぞよ。台本は暗記したの？当然です。そっちこそ間を外したら承知しませんよ。言うのう、わしも本気が出せそうじゃ。お、行くぞ。笑いの扉をこじ開けに。楽しませてもらおうか。はい、どうも。毎度おなじみ、ビエン風のアルジーズじゃよ、マギンブイ。いやいや、おなじみですか？お客さんたち、まずビエフってなんだって顔してますけど。あと、マギンプイって何の呪いですか？いやー、それにしても近頃冷え込みが厳しいの。スルーですか？無視ですか？なんじゃの、文句があるということはお主は寒うないのか？常夏気分か？そんなわけないでしょう。確かに最近冷えてますけども。じゃろう、わしなんてあんまり寒いもんじゃから服に火をつけてしまったわい。そんな無茶な。それでもまだ寒くてのー、家にも火をつけたんじゃよ。家に？なんてことを。でも平気じゃよ。じゃって火をつけたのはお主の家じゃから。それは犯罪ですよ。これ、どうした？段取りと違う。放火は犯罪です。え、あ、はい。台本では
今の下りは焼けた服を買い直して懐が寒くなったがのうで落とすはずでしたよね。そうじゃけど、ノリでアドリブを重ねてみたんじゃよ。道徳的に問題です。訂正しましょう。なんじゃのもう、ただのネタに熱くなりよって。ネタで許されるなら声量はいりません。いえ、私は対魔師である前に一人の人間として反社会的な行為を助長する言動を見過ごせないのです。お主の怒りでこっちまで熱くなったわ。もういいわ。よくありません。もういいんじゃってば。よくありません。大受けですね。問題のあるネタを演じてしまい申し訳ありませんでした。という感じでモラルをテーマにしてみたんじゃが、どうじゃったじゃろ。久々に一言言わせてくれ。真面目か。はい、真面目か。まあ真面目はいいことですよ。さてそれじゃあ戻りましょうか。お、なんかまだある、なんかある。今は第4種管理地区にされて立ち入り禁止になった島の一つに蛇島って呼ばれる場所があるんですわ。環境がいいのか昔から蛇がわんさか生息してて、蛇嫌いの俺にとっちゃ地獄なんですがね。そこに女が住んでるって噂が流れてまして。立ち入り禁止の島になぜ女がいる。副長も変だと思いますよね。だってその島はゴーマだらけだって話ですからね。だもんで近くを通りかかった時に確かめたんすわ。もちろん島からは距離を置いて望遠鏡で。女はいたのか。へい、ですがその女まるでヘリサじゃねえだろうな。顔色も変だったし、体は人間なのに下半身がニョロッとくねっとして気味悪くって。ヘビ女か。しかもそんなのがうようよしてたんですよ。思い出すと夜も眠れなくって。寝不足で仲間に迷惑をかける前にさっさと浸水でも飲んで寝ろ。ベンウィックに許可は出しておく。ありがとうございます副長。せっかくなんであいつが隠してる琥珀浸水の12年ものでもせびってやりますか。さて次はヘビか。例えばムアシ系。水蛇草に万山滅災人。うん、オッケ
よし。おかえり。クーマは見つかったか？ええ。この子たちをタイタニアまでお願い。犬！待った。トカゲも動く鎧もいいけど、犬を乗せるのはちょっと。犬苦手なの？子供の頃噛まれたんだ。なら安心して。この子たちが食い殺したいのは私だから。大丈夫か？本当よ。いや、あんたが、分かった。だいぶ参ってるね。戻ろう。待って、よし、じゃあ今回これ見て終わりにしましょうかね。ちゃんと世話をしてあげないとな。任せるわ、私は近づけないから。じゃの、ワンコらにとってベルベットは飼い主の仇。放っておくのがせめてもの思いやりじゃろって。大丈夫だよ、僕が面倒を見るから。それは危険でくよ、あいつらかなり凶暴でふから。さっき仲良くしようと話しかけたらいきなり噛みつかれたんでふ。どうせ僕の子分にしてあげるでふ、とかイラッとくる言い方をしたんじゃろ。自業自得じゃよ。読まれてるでふ。しかしライフセットはクーマ探しをしなきゃならん。面倒を見続けるわけにはいかんだろう。そうか、どうしたらいいかな。モアナとメディサに頼んだらどうだ。モアナは昔犬を飼っていたと言っていたし、万一犬たちが暴れてもメディサがついていれば安心だろう。二人にお願いするのが良さそうだね。僕頼んでおくよ。よろしくね。クーマを殺すわけにはいかないし、何よりあの子たちはニコの形見だから。ベルベット、ライフィセットは犬も飼ってみたいんでふか。なら清涼に行くといいでふよ。清涼に？なんで？お上の犬がワンサカいるだわん。そうなんだ。そこまで面白くはねえな。はい、じゃあ今回はここまでにして、次回とりあえずそのムアシ系がいるという第4管区に行ってからちょっとタイタニアに戻って、次のクーマ探しで頑張っていきたいと思います。はい、ではテイルズ・オブ・ベルセリア実況プレイのパート69、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。